ブリハドラタマウリアは古代インド・マウリア朝の最後の君主。古代インドの王。英語読みするとブリハードとなるが、そちらの方でも知られている。父はマウリア王シャタダンバンである。プラーナ文献によると、ブリハドラタマウリアは父であるシャタダンバンからマウリア朝の王位を継承し、マウリア朝を3年間統治したとされる。マガダ国マウリア朝は、 最盛期を迎えた、アショウカ王の死後、彼の息子によって分裂した。いくつかの伝説や仏典などの記録があるが、アショウカ王以後の王名はそれらの諸記録で一致せず、その台数も一致しないことから王朝が分裂していた、ことが想定されている。マウリア朝最後の王は仏典によれば、ニエサミツタラ、プラーナ文献によれば、ブリハドラとマウリアであった。これは、 考古学的な発見によって、ブリハドラタマウリアが最後の君主であるとする説が正しいことがわかっている。プシャミトラは、ブリハドラタに仕えるマウリア朝の将軍である。ブリハドラタマウリアは、父であるシャタダンバンから、マウリア朝の王位を継承し、紀元前182年に即位した。彼はまた当時インドの主要な宗教となっていた仏教に忠実だったとされる。 彼が即位した時には、マウリア朝の領土は、王とパータリプトラを中心にした、アショーカ王の時代に比べて縮小しており、領土は、首都パータリプトラ周辺に集中していた。王朝が分裂していたことが想定されている。しかし、ブリハドラタ王は、マウリア朝を3年の間、王として君臨して統治したとされる。しかし、彼は、紀元前185年に、 北西から侵入していたギリシア人との戦いで頭角を表していた司令官ブラミン将軍、プシャミトラシュンガによって、滝白の地で暗殺されて権力が散奪され、マウリア朝は滅亡した。その時期は、紀元前185年とも、紀元前180年頃であったとも言われている。その後、プシャミトラシュンガは、マガダ国春が朝を築き上げた。 ブリハドラタの暗殺には、という伝説が残っている。王位を得たプシャミトラは、マガダ国のトッパータリプトラを引き続き首都としたが、かつての最盛期のマウリア朝の領土を包括するような、規模の王朝を築くことはできなかった。紀元前180年、北西インドは、インドグリーク王朝の王デメトリオス一世への攻撃を受け、プシャミトラは、戦闘を余儀なくされた。 プシャミトラとその後継者たちは、インドグリーク王朝との争いに巻き込まれる。漢字表記法は、一定しない。ニエサミツタラという表記は、雑暗音行による。ありがとうございます。